はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は孤独の原因というお話をしていこうと思います。どうでしょうね。まあ、SNS でね、気軽に自分の気の合う仲間と出会うことができるようになった時代、孤独を感じている人たちっていうのもいるんじゃないでしょうか。やっぱり、人生の後半になっていくにつれて、リアルなつながりがある方が、心理学的に見ても幸福度が高まるっていうような研究結果が出たりしているんですね。じゃあ、孤独の原因っていうのは一体何なのかっていうと、孤独になりやすい人たちっていうのは一体どういう人なのっていうのを今日ね、話をしていきたいと思います。まあ、前回の話ちょっと打って変わってね、まあ、若干ジャンルは変わっていくんですけど、お付き合いください。ということでね、心理学的に見れば、こんな感じですね。友達が多いと幸せになれるっていう風に言われてるんですよ。確かにこれって、まあ心理学から見ればって大層なことを言わなくても、まあ、常識的な考え方なんじゃないかなっていうのは誰もが分かるところだと思います。ところが、頭がいい人にとっては友達が多いと不幸になるかもっていう話、まあ研究結果っていうのが出たので、今日はそれをご紹介をしていこうと思います。でこれに関しては約1万5000人の調査をしていきました。すごい数ですよね。一般的には友達と遊ぶ回数が多い人ほど人生に対する満足度っていうのは高いと。で、かつ住んでる場所も結構大きく影響してまして、都市圏に住む人よりも田舎に住む人の方が幸福度が高いっていうことなんですよ。じゃあこれらって一体なんでなのっていうことを掘り下げていくと、人っていうのは脳が原始時代の環境のままなんですよ。もうだから、何万年っていう単位で我々の脳っていうのは実は成長していないんですよ。まあ当然その今のものを扱うくらいには成長してるんですけど、大きく根本的には変わってないわけなんですよね。だから自然に囲まれた環境にいる方が安心、つまり田舎にいる方が安心を覚えるし、コミュニティっていうのも広いものよりも狭い方が、まあ、狭いというか深い方が信頼感を覚えやすいっていうことなんですよ。これをまあもう少し掘り下げていくと、まあ、大きくは5つなんですが、原始時代っていうのは小さなコミュニティしかなかったわけですよ。だって移動手段とかもないから、当然今いる空間にしか皆さんが何とか市とか何とか町とか何とか村とかに住んでると思うんですけど、そういった単位でしかコミュニティがなかったんで、多くてもせいぜい150人くらい、東京とかは1000万人おるでとか、なんか大阪だったら大阪市内だけでも100万人はおるでっていうかもしれないですけど、当時の人口と今の人口を比べちゃダメですからね。だから多くても150人くらいしか知り合いがいなかったと。なのでそういった世界で長く過ごしてきた我々人類の脳っていうのは、最大でも150人くらいの友人、知り合い、知人、親族っていうのがいる環境の中でうまく働くように進化したわけなんですよ。これは今も変わらないんです。で、田舎では顔見知りしかいないんですよ。道端歩いてたら、あ、田中のおじちゃんとかね、あ、稽古おばさんとかねっていう感じで、誰に挨拶しても、おー、何々ちゃん、今日も元気じゃねーみたいな環境なんで、脳がスムーズに働くわけなんですよ。ところが、都市圏っていうのは、もう周囲知らない人たちだらけなので、あの人も知らない、この人も知らない、あの人もしかしたら私の命を狙ってるかもしれない、あの人私のお尻を狙ってるかもっていう感じなんで、脳にストレスがかかっちゃうわけなんですね。だから都市圏に住むと不幸になりやすいっていう結果も出たりしてるんですよ。常に気が張ってるからなんですね。ところがこれ逆転の結果になった部分もあるんですよ。何かというと、知性が高い人、まあ、ここに関して、まあ、ちょっと疑問なのが、知性が高いっていうのが IQ とか偏差値とかどのくらい以上なのかっていうのが書かれてなかったんで、まあ一般的に東大とかね、京大とかっていくような、まあ、地頭のいい人たちのことを、まあえて指しておこうかなっていうところなんですが、まあなんとなく賢いなっていう印象くらいで思っておいてもらえたらと思います。っていう、ただこの人たちっていうのはこの法則に当てはまらなかったわけなんですね。友達が多い人ほど人生の満足度が低くなる傾向があって、真逆なんかいっていうことなんですよ。で、研究者の考察としては、知性が高い人っていうのは目標が大きいわけなんですよ。で、大きな目標を掲げることとか、それに向かって行動していることに幸せを感じるんですね。つまり、知性が高い人っていうのはより大きな人生の目的を持ちやすくって、それっていうのは快楽を得るために単に友達と遊ぶだけっていうことでは満足できない人たちなんですよ。だから友達が多いと人生の目標のためとか目的達成のために動くプロセスの邪魔になっちゃうんですよ。だから友達が増えると不幸になるんじゃねえかっていうことを考察しているわけなんですね。だから賢い人はどちらかというと孤独に自分のやりたいこととか目標とかに向かっていく方がいいっていうことなんですよ。で、
さっきも東大京大とか地頭のいい人が頭いいって言ってく思ってくださいねっていうことだったんですが、まあ、自分が頭が良いのかどうかっていう、まあ、いいかどうかは別で、良い側の人間なのか一般的な人間なのかっていう判断としてはこんな感じですね。自分が改めてどんなところに幸せを感じることができるのかっていう、そのポイントを洗い出してみましょうっていうことです。例えば友達と居酒屋で話をしてみたりとか、どっか旅行に行ったりとか、遊んでいる時の方が幸せを感じることができるのか、あるいは何かに向かって没頭している、例えば研究をしてみたりとかっていう方が幸せなのかっていうことですね。それを頭の良さっていうのを、そのポイントを洗い出すためのヒント程度として使ってもらえたらと思います。まあ結局は頭がいいとか悪いとかっていうのも大事なんですけど、どこに幸せを感じて、あなたの限られた人生そこにかけたいかっていうものがあるかどうかっていうところが一番ポイントになってきますんで、まあ、結局は頭がいい悪いっていうのは、まあ二の次で、まあそれが一つの判断材料になりやすいよ程度に思ってもらえたらと思います。あなたの幸せが自分の好きなものを夢中になっている時の幸せなのか、それとも友達とか家族とかとたくさん過ごしている時のが幸せなのか、どっちなのかっていうのは、やっぱあなた次第なところではありますんで、まあ、そこを突き詰めていく人生を目指していただけたらと思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。